こんにちは。お約束したように、今回はタモリ、皆さんご存知のタモリについて私なりに、お話をさせていただきます。森田和義ですね。私が女性自身で、やったやつですけれども、昭和にして、57年になりますかね、発表いたしました。でこの時はもうすでに、タモリさんは世間で立派に、露出しているというか出ていましたけども、その前に、タモリさんがどうしてこういう立派な全面展開ができるようなタレントさんになっていったか、そのきっかけとなったのはその裏にですね、同世代の私たちを含めて の応援者がいた、あるいは関わり方があったということを特に申し上げておきたいんですね。で、誰でもそうなんですが、そういう社会的な背景が応援する舞台というものがなければなかなか表に出て成功するってことはないわけですね。で、そこのところのあやといいますか、そのことを文化的に申し上げたいということで、タモリさんを小室直樹の次に取り上げたっていうのはそういう意味なんですね。で、女性自身では、じゃあなぜこれを取り上げることができたかと、あるいは取り上げたか、で、石飛寺院のポイントはどこだったかというところをまずご紹介し、その面白さの、一つの、役割になればと思う点をまず申し上げて、その後で、その、文化的な背景、歴史背景みたいなものに、次に移っていきたいと思います。で、このページですけれども、今読んでもですね、僕なりにですね、なかなか週刊誌ですから、時代時代の発表ですから、枯れてしまうんですね。あの時期だったらよかったっていう話が多いわけですけれども、このタモリに関するこの記事はですね、なかなかいいんですよ。今読んでも面白い。そういうことを宣伝させていただきながら、この活動について私もまた当時を振り返る機会にさせてもらおうと思っています。で、この前も申し上げましたように、その200日かけて、タモリ自身はどういう人間かっていうシリーズ人間で取り上げたわけですけれども、その頃までのそのタモリさんっていうのはもう全部話が全部できてますから、みんな知っていることばかりなわけですね。だけど一つ落としていたところがある。その経歴っていうか履歴というかですね、それだけじゃなくてその背景ですね。彼は実はおじいさんおばあさんに直接育てられたお姉さんと弟の関係で、あったという不思議な家族だったっていうところから私は取材させてもらいました。で、最終的にタモリとをその取材を終わった後で、タモリさんにぶつけて、こう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 、あなたはこうなんだけど、こう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 だけど、それは間違いないかというような取材をしてるんですね。で、彼の最後の感想は、あんたは私よりよく知ってるねっていう話になるんですけども、経歴だとか、その人物のその時代時代の日だなんていうことはあまり関係ないっていう考え方なんですね、タモリはね。で、もっとそれを笑い飛ばして生きてきたって言いますかね、そういう凄さが実はありまして、私もそれは100も承知してますから、笑われるに決まっていると思いつつ、待てよと。で、彼を知るにはどうしたらいいか、そのお父さんお母さんに聞くのが一番なんですけども、お父さんお母さんは実のお父さんお母さんっていうのは、なんて言いますか、2人ともおじいさんおばあさんによって育てられた、なんて言うんですか、血は違うんですけども親戚同士のご夫婦になって、恋愛感情というよりはそのおじいさんおばあさんの策略に乗って作って、それで離婚したという、その離婚自体をもう面白くおかしく語ることのできるのがタモリ
なんですね。これが普通の取材や家族構成の中で、苦労した話をどんどんえぐっていくっていうやり方ではダメなんですね。そうではない、もっと何て言いますかね、その彼のその生い立ちそのものが非常に得意といいますか、面白く出来上がっていて、それを隠したりなんか、いろんなことをする必要がない、これをどうやってむしろその展開するかっていうところに彼のエネルギーがあったわけですね。彼は30歳の時にポーンと東京へ出てしまうんですね。それまではずっと、優秀なサラリーマンでいろいろ暮らしていたんですが、そういうところのこのバネの使い方、転換の使い方、これが実はおじいさんおばあさんのなんか暮らしぶり、大変豊かな暮らし方をされてたんですが、そこにあるっていうふうに僕は踏んだわけなんですね。そのことはなかなか、今言っていても皆さんに伝わりにくい話になってるとは思うんですけれども、実はそこにタモリの秘密がある、良さがあるということをこの記事の中によく出てるんですね。で、この結構読み出のある人気のページなんですが、ここにちゃんと狙い目をですね、書いております。でちょっと読みますね、ここのところが大変気に入っているところなので、読みますけれども、彼のその育てのおじいちゃんおばあちゃんを私が聞いたことに対するもう本当にパーンと返ってくる話です。私のじいさんってのは満州で駅長をやってましてね、その頃満州の平原を車で飛ばしていると突如両側に馬族が現れて馬で追ってくる。それーって、駅長の車だ、やっちまえって言うんで、私のおふくろ車に、をぶっ飛ばしてですね、逃げるんですね。娘さんとしての お母さんですね、実は。お母さんとおじいちゃんおばあちゃん乗っているその車を襲われた。ババンババンビューンと鉄砲の弾が頭をかすめる。真っ赤な夕日が草原を染める。ダーッと逃げる。怖いけどおふくろは娘時代だから興奮していましたね、っていう言い方をするんで、こんな嘘だろというふうなしか思えないような言い方で、満州でおじいちゃんおばあちゃんがその駅長をやっていて、満鉄の駅長さんだったっていうことは事実なんです。で当時の満州というのは確かにこの側面があったんです。実は私は大変満州について、調べて詳しいし、私の友人で船戸陽一という方が癌で、最終的に亡くなるんですが、その船戸さんは最後に満州演技というすごい本を書き上げています。で実に面白い大変大河小説なんですね。それでも分かるように当時の満州、満鉄を中心にして、だんだん満州国を日本軍が攻めていって取っていく、ついては日中戦争に発展するっていう大変暗い恐ろしい、戦争の時代に突入していくんですが、結構日本人人々はですね、大いに稼ぎに行ったんですね。それをいいことにどん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 、そういう側面があった。で本当は満州で終戦を迎えて悲劇の一家として帰ってくることになるんですが、この取材をして分かったんですけれども、この一家はさっさと帰ってきてるんですね。大変に生活ぶりは向こうで、女中さんをいっぱい雇って現地の方を雇って、ふんぞり返ったような立派な生活をするんですね。実は、侵略者ですから。そういうものを駅長さんとしては大変その、楽しく、財を成して暮らしぶりが良かったわけです。だからここで実は自動車に乗って馬族に追っかけられたっていう話はですね、誇張がありますけれども、それに類似した要するに格差社会が、
現地ではあったということを暗に言ってるわけですね。それでその後あの一族一家はですね、実はお母さんが、要するにおばあさんですけども、あのどうも夢の中であの満州が全部火の海になるっていうのを見たらしいんですね。でこれはいずれ、このまあ豊かな暮らし、つまり植民地での生活っていうのは必ずアウトになるというお告げをくれて、もう帰ろうと、やめようということをおばあさんが言ったんで、そのおじいさんは非常におばあさんを愛してますから、すぐ、そうか、一家引き上げた。ですからお父さんもお母さんも娘さんとして車の中で追っかけられたと彼が言っている息子さん、両親ですね、含めて全部引き上げるんです福岡に。で福岡に帰ってもう財を全部引き上げますから、まあお金持ちのまま帰ってきたわけですね。それで土地を買ってそこで、みんなで、豊かな暮らしをするというようなことをするわけですが、そこで、その、タモリのある側面というんですか、タモリは戦後日本に帰ってきてお父さんお母さんも帰ってきて、そこで生まれて、お姉さん和子さんというお姉さん、二つ上のお姉さんと二人で、豊かに、お姉さんはすぐピアノを弾いてですね、音楽大学に入って卒業する、そういう経歴をずっとするんです。ある意味ではそういう何て言いますかね、悲劇の満州から引き上げる1年引き上げが伸ばされて大変な苦労をみんな してるわけですね。80万とか100万とか言われてる方が引き上げがですね1年遅れて、帰ってくる。でその残留孤児が生まれるとかっていわゆる歴史ですね、それがあって悲劇としての満州しか皆さん、まあ、知らないわけですけど、タモリだけ、タモリの一家だけはさっさと帰ってきちゃった、そういう側面があっての話です。私はそこにあれと思ったんですね。つまりタモリのその生い立ち、その何て言うんですかね、生き方、その中に非常に独特なものがある。でやがて彼は東京に出てから花もげら語というまあ何て言うんですかね、わけのわかんない言葉をみんなで、その作り出して独特なタモリ文化みたいなものを作っていくんですが、その話を実は急いでやりたいわけですね。で今回はとにかくその一家がそういう歴史を持っていたというところに、このまあ読んでいただくとありがたいんですが、ルル書いていて、この後もまたそのどうなっていくかということは私なりにご紹介しますけれども、ここに書いた奥なり立つタモリを知るためにはどうしたらいいか、奥なり立つという詩人です。彼は僕と同い年ですが、69年8年、もっと要するに60年代後半のですね文化を背負った非常に人で、この絵が下にある名前たちが全部彼の友人たちで、で僕は奥成さんとそのタモリっていうのを取材する場合にどういうような戦略を立てるか、あるいはどういう問題を立てていくか、確かにもう世間ではもう有名になってしまって奥成の、まあ、友人たちから飛び立っているんだけど、みんな応援してるわけですね。そういうその文化的な背景を落とさないようにその彼を捉えようということで、実はここにメモがありまして、当時これは奥成の文字なんですけれども、彼が書いてくれたものをですね、土台にして私は取材に入りました。で主に、その山下洋介、トリオで、森山さんと中村さんと3人で、福岡にその演奏旅行にした後ホテルでという有名な話がありますね。どんちゃん騒ぎしているとそこに、名もない
わけのわかんない男が踊って入ってきて、それで一緒にやると、そこに生まれたのがあのめちゃくちゃな言葉で、という話になって、すごい面白いやつがいるっていうんで、赤塚さんとたちと、要するに奥成さんのグループに、拾われるというか、まあ招かれて、サラリーマン生活を終わって彼は芸能界入っていくという要の人物なんですね。そのお話を次にさせてもらいたいと思います。第1回目はあのタモリのお家が、まあ、そういう面白い家だったということを押さえておくということ、それを通してですね、じゃあその彼がどういうふうにあの、まあ、世の中に上がっていくか、その時代はどういう時代だったかということを次にお話をさせてもらいまして、第1回目をまず閉じたいと思います。